はい、こんにちは、116インズです。さて今回はタンパベイレイズについて話していこうかと思っていますが、2021年に球団史上初めてシーズン100勝をマークし、激戦の AL 東地区を制したレイズでしたが、昨年は相次ぐ怪我人の多さに悩まされ地区優勝候補と目されながらもシーズン86勝、ワイルドカードにどうにか入るような状況でしたよね。あれだけ怪我人が出ながらも選手層の厚さですとか運用でカバーしたあたりはさすがではあったものの、それでも怪我人の絶対数が多すぎて厳しさも感じるようなシーズンでした。ただ今季のレイズは開幕からいきなり13連勝、怪我人の問題から解放されればこんなに強いのかと、もう地区優勝決まっちゃうんじゃないかと思うくらいにはシーズン序盤勝ちまくっていましたが、そこからなかなか序盤ほどのペースでは勝ち星を積み上げることはできず、気がついたら若手の躍動に支えられて浮上してきたオリオールズに抜かれる事態に。もちろんまだ地区優勝を狙える位置にはつけてはいるものの、今年も長期離脱の選手が結構出てしまっていて、2年連続で試練の時を迎えています。まずは昨年のレイズの故障者の状況をおさらいしましょう。スポトラックの集計によれば、昨年のレイズは合計31人の選手が2296日間 IL で過ごしたようで、 IL に入った選手数は MLB5 位タイ、日数は MLB3 位と、やはり MLB の中でもトップクラスに怪我人の問題を抱えていたチームであったのは間違いないでしょう。このうち約1ヶ月に相当する30日以上離脱した選手がなんと22人もいまして、その中にはワンダー・フランコ、ブランドン・ラウ、マニュエル・マーゴ、ケビン・キアマイヤ、ピート・フェアバンクスなどなど、本来だったらチームの主力としてバリバリ活躍してもらいたい選手たちも多数含まれ、シーズンを通してレイズはそういった主力選手たちが抜けた穴をどうにかこうにかカバーしようとかなり苦労する羽目になりました。では今年はどうでしょうか。同じようにスポトラックの集計によれば、今年のレイズは現地8月18日までの時点で計20人の選手が1056日間 IL で過ごしたようで、 IL に入った選手数は MLB12 位、日数は MLB19 位ということで、現段階においては昨年よりかは怪我人の状況はマシにも思えますが、まあ昨年があまりにひどすぎた比較の問題でありますし、故障者の数自体は依然として MLB の中では多い部類ではあると。また今年のレイズの怪我人で気になることを挙げるとすれば、貴重な先発陣のデプスがゴリゴリに削られていること。昨年終盤にトミージョン手術を受けたシェーンバーズに関しては、もともと今季戦力としてカウントしていなかったでしょうから、ともかくタイラー・グラスナーが開幕前に脇腹を痛めて2ヶ月離脱したこともありましたし、ザック・エフリンも4月に少し離脱した期間がありました。この他先発に限らず来季の編成に影響するレベルの離脱者が複数いるのも痛いなぁと。まず4月にジェフリー・スプリングスがいきなり長期離脱となりましたよね。スプリングスは昨年5月から本格的に先発に回り、決して長いイニングを投げるタイプではないかもしれませんが、5月9日以降の24先発で防御率 2.65、 シーズントータルでも防御率 2.46 と結果を残し、レイズもスプリングスの成長を評価したのか、オフに4年総額3100万ドルで契約延長。その期待に応えるかのように、今季も開幕3先発16回を投げてわずか1失点と非常にいいスタートを切っていましたよね。開幕初先発となった4月2日のタイガース戦では、6回を投げてキャリアハイとなる12奪三振をいきなりマークし、次の先発も7回無失点と良かったですので、またレイズが選手の才能を伸ばしたのかと思ったものでしたが、4月13日のレッドソックス戦で負傷降板すると、4月下旬にトミージョン手術を受けることが発表。一般的にトミージョン手術から MLB のマウンドに戻るまでは14ヶ月から18ヶ月程度の時間を要することを踏まえますと、来季前半中の復帰が現実的なラインでしょうか。ということで4月にいきなりローテの重要なピースであるスプリングスを失ったと、レイズ先発陣の災難は続きます。スプリングスのトミージョン手術発表から数週間後、今度はドリュー・ラスムスセンが肘を痛めて IL 入り。ラスムスセンは昨年初めてフルシーズン先発で過ごし、28先発で防御率 2.84、 ベースボールレファレンス算出のウィンザボールプレイスメントでレイズ投手陣3位となる 3.0 を記録し、キャリア最高の1年を送ったばかりの選手。今季も開幕初先発で防御率 2.62、 ゼロで抑えるか少し打ち込まれるか、やや極端な登板が目立ちはしましたが、それでもレイズ先発陣の中でも計算できる部類の選手ではあったはずです。そんなラスムスセンも肘の怪我で長期離脱は免れない状況でしたが、どうにか手術を回避してシーズン後半に復帰する道筋を探ったものの、結局は7月に手術を受けることに。トミージョン手術ではないんですが、肘の内側側副靭帯の手術で今季は残りシーズン全休。来季もシーズン中盤くらいまでは復帰できない見込みで、スプリングスに続いて先発陣から2人目の長期離脱となってしまいました。さらに追い打ちをかけるかのごとく、つい先日エースのシェーン・マクラナハンまでもトミージョン手術を受けることが発表となりましたよね。昨年メジャー2年目にして飛躍の1年となったマクラナハンは28先発で防御率 2.54、 初めてオールスターにも選出されサイヤング賞投票でも6位につけましたが、今季も21先発で防御率 3.29、 ウィンザーボールプレイスメント 2.6、 2年連続のオールスターにも選出されるなど好成績を残していましたよね。6月下旬に背中を痛めてから投球内容が悪化していましたが、それまではサイヤング賞を狙えるペースで高騰していましたし、もはやレイズのエースとも呼ぶべき左腕にまで成長していたんですが、トミージョン手術と。
今の時期にトミージョン手術となると今季もう投げられないのは当然ですし、来季中の復帰もおそらく相当厳しいと考えられ、本当にどうしてこんなことになってしまったのかと思ってしまうものです。スプリングス、ラスムスセン、そしてマクラナハン、ローテ3枚、しかも上位レベルの3枚を来季にも響くような形で相次いで失ってしまったのは悪夢としか思えません。そして今年のレイズは怪我人の問題だけにとどまらないのが神の残酷すぎるいたずらでしょうか。マクラナハンの手術発表とほぼ同時期に皆さんもご存知の通り、ワンダーフランコに対して未成年の女性と不適切な関係にあったと SNS 上で告発がありまして、まさかの制限リスト入り。本件に関しては調査中の段階ですので、それが終わるまではフランコに非があったのか否かはわからないものの、結果が出るまではプレイできないばかりか、かつてのフェリペ・バスケスのような事態に発展する可能性もありそうですし、また近年 MLB は DV や女性への性暴力に厳しい姿勢を取っていることはよく知られ、トレバー・バウアーのケースも考えると、仮に法的な責任を問われなかったとしても MLB での未来はかなり暗いものとなってしまった印象です。ドミニカ共和国のヘクター・ゴメス記者は捜査に近い関係者の話として、フランコが再びメジャーでプレーする可能性は低いことを伝えていますし、実際そうなっても全くおかしくはない状況であるのかなと。球界ナンバーワンプロスペクトとして将来を嘱望され、あのレイズが早々に11年契約で囲い込むほどの才能、今季22歳にして MLB トップレベルのショートとして活躍していたフランコのキャリアがこんな形でもしかしたら閉ざされてしまいそうな状況にあるのはあまりに残念ですが、レイズからしてもわずか数日の間にマクラナハンとフランコ2人のまさに投打の柱とも言うべき選手たちを失ったのはあまりに残酷な現実です。神が意図的に試練を与えているんじゃないかと思ってしまうようなレイズの状況、マクラナハンとフランコ2人の離脱がほぼ同時期に来たあたり、本当に呪いか何かがあるんじゃないかと思ってしまうくらいにはレイズとしては隙がないですよね。幸いレイズはロースターの柔軟性を高めることで競争力を維持しているチームでもありますので、マクラナハンなど先発陣の離脱に際してはザック・リッテルを先発に抜擢したりですとか、フランコがいなくても有望な内野のプロスペクトも多数在籍していますので、おそらく一定程度はカバー可能かなと。オリオールズに抜かれたとは言ってもまだ余裕でプレイオフ圏内に留まれるくらいには勝っているあたり、このあたりは本当にさすがの一言ですよね。完全体レイズがなかなか実現しないのがもったいないなと思う部分はありますが、この厳しい状況下でレイズは残りのシーズン、そしてこのままいけば進出できるであろうポストシーズンでどんな結果を残すのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。